はい、皆さんごきげんよう。どうやらね、ブレーキランプがつかないっぽいんすよ。なので、今、妻ちゃんにブレーキ踏んでもらってつくのかなーってやってます。はい、ちゃんと踏んで、ギューッと踏んで、ギューッと踏んで、踏んどる？本当に踏んどる？踏んどる？本当踏んどるけ？はい、ブレーキ踏んで、ブレーキ踏んで、踏んで、ギューッと踏んで。でね、これはただ単に妻ちゃんの足の力が足りないだけなんじゃないかなと思ってね。で、KC の脚力でね、グッと押し込めば光るんじゃないのって思って、あのブレーキランプの配線をバイパスして赤色の LED パイロットランプをねつけてみたんですよ。見て、あのボルトオンでついててね、なんかかっこいいでしょ、純正みたいな。おお、ここまでね、ここまで踏ん張らないと光らないんですよ。もうダメですね、これ本当に。あのブレーキプレッシャースイッチの接触不良ですね。いやー、ダメだ、これはいかん。ジープのブレーキスイッチね、まあ、図面はこんな感じです。ブレーキマスターシリンダーがあって、ブレーキフィッティングね、中間パイプみたいなねネジがついてます。でその後に、圧力プレッシャー、まあ、圧力プレッシャースイッチってプレッシャースイッチがついてます。J4A の図面だと、端子がねクリップみたいな形になってますね。まあ何でもいいと思います、これは。もともとの CJ3B だと、ギボシ端子になってますね。で J4 でも初めの頃はギボシ端子になってました。J4A になると、クリップになってる感じになってます。はい、じゃあ、リプロ部品とかでよくあるやつですね、たくさんあります。これがそのブレーキパイプフィッティングってやつですね。シリンダーが、マスターシリンダーがあって、分岐2方にね分岐して、でこっち側にプレッシャースイッチがついて、こうやってね、で圧力を感知したらここで通電すると、そういう仕組みですね。この中にはあの薄いプレートみたいなのが入ってて、まあ、プコプコとね、あのビードロって皆さん知ってます？ビードロ、あの薄いプレートがあって、こう圧力がかかるとこうプコッとね、あのここの電極、多分この裏側に電極がついてるんですけど、電極にあの設置して、でこれが通電すると、通電せしめるとねいう感じなんですけど、なんでこんなにたくさんあんのかっていうところですね、ちょっと目説明していきましょうか。これがあのオミックスエイダーですね。あの悪名名高きリプロ部品屋のですね、ただねすごいあのたくさん種類を網羅してるんですよね。今つかなくなったってやつもオミックスが入ってます。でこれはその前にもつけてたオミックスです。で2年前ぐらいに、ブレーキマスターシリンダー自体を交換したんです。ブレーキマスターシリンダーが結構漏れてたんで交換しました。その時ついてたやつです、これ。でその時もちょっと接触悪くて、なんか微妙な感じだったんですね。あのブレーキライトが微妙な感じだったんですね。で、その時に全特回しました。でもう一回またそのオミックスのやつを今つけてます。だからそいつも今ね、あんな感じで接触不良です。なんで要は2連続ねオミックスのブレーキライトスイッチが、粗悪品だったわけですよ。ダメだったんです。でまあオミックスの、スイッチのちょっと説明しましょうかね。これがあの端子の部分ですね。これはメスのギボシ端子になってます。でこちら側のネジ山は、
8分の1、NPT ですね。NPT 8分の1インチです。こっち側が NPT 8分の1インチなんで、これでぴったりですね。NPT というのはアメリカの、パイプのね、缶ネジですね。パイプネジの規格ですよね。NPT 8分の1。ナショナルパイプスレッドです。はい。で、これはもう、まあ、これは以前のやつですし、オミックスのやつはもうね、もうやめようぜと。で、ノス部品ってあるんですよね。ノス。NOS ですよね。ニューオールドストックね。まあ、よくデッドストックとか言いますけど、新品の長期在庫品ですね。まあ、それをね、買えば間違いないんですよ。まあ、もう三菱のやつは全然残ってないんで、そんなん手に入れられないんですけど、アメリカのやつはね、結構どこにでも売ってるんで、まあ、それ買ったらいいんじゃないかなって思うんですけど、なんかね、まあ、僕的にはそういうもうパイのどんどん減っていくものね、絶版部品、絶版車の絶版部品のその残りをなんかみんなでこう争うみたいなね、そういうあんまりそういうの好きじゃないっていうか、まあそういうつもりでね、CJ3B 型をのジープを買ったわけじゃないんですよね。市場供給の部品が豊富な CJ3B 型のジープが欲しくて、まあそれでまあたまたま J4 ジープを買ったわけですから、できる限り市場供給部品でやっていきたいんですよね。いろいろまあアメリカにはたくさんあるんでね、探しました。で、これ真ん中にあるやつ、これがアメリカのやつですね。スピードウェイモータースのね、910-3130-5っていう部品です。はい。端子はメス、ごめんなさい、オスですね、オス。で、スレッドも NPT 8分の1インチです。で、オミックスって、これ、メイドイン台湾なんですね。僕、ラングラーを15年間乗ってるんですけど、もう15年ぐらい前からね、こういった、ラングラーでもジープの純正部品ね、クライスラー、モッパーっていうところが出してるやつは高いんですよ。なんでこうやってサードパーティー屋さんが出してるやつですね。ジープラングラー、JK ラングラーは別に絶版部品とかじゃないけど、安いからっていうのでサードパーティーの部品を買ってたんですよ。で、その時はなんかね、メイドインチャイナだったんです、結構。なんすけど、米中関係がね、悪化してきた5年ぐらい前からかな、メイドインチャイナってあんま見なくなったんですよ。オミックスとかで、クラウンオートモーティブで作ってるやつで、でなんか結構もうほとんど今台湾なんじゃないかなと思うんですけど、でまあ僕台湾結構いいんじゃないかって、まあ勝手なイメージで思ってたんですけど、まあこうやってね、オミックスが不良品ばっかりってことで、これもねメイドイン台湾だったんですけど、まあちょっと良くないですね。うん。でスピードウェイモータースはアメリカの自動車関連の電子部品屋なんですけど、まあ、結構ね、評判はいいんですよ。評判いいんですけど、ちょっとね、ここ、なんか刻印とかも特になくて、評判いいんですけど、刻印もなくて、ネットのそのページとかもね、説明書とかもね、若干入ってるんですけど、メイドイン、どこだって書いてないんですよ。生産国ね。マニファクチャーカントリーオブオリジンとかとかね、まあよく言うんですけどね。おそらくね、最近は南米が主流だと思いますね。こういったもの、信頼できる部品としてアメリカが製造委託してる工場が、南米が結構多いんじゃないかなと思いますけど。まあおそらく南米なんだろうなと思いながら、ただね、ちょっと原産国がね、生産国がちょっと確認はできなかったです。でまあ2回ね失敗してきてるん でブレーキってまあ重要な部品じゃないですか、すごくね。お釜掘られちゃうんですよ、ブレーキランプがついてないと。で今はあんなに貴重なね、もうなんだろ う国宝みたいなジープですよ、あんなの J4 ジープね。まあ、どんだけすごいジープかっていうのはまた皆さんね、以前の動画を見てもらったらいいと思うんですけど、あんなねもうちゃんと出てきたやつってねいない。だからフレームがすごい大切なわけですよ。お釜掘られてフレームがねクシャってなったりとかしたらもう廃車にはしたくないんですよね。やっぱり一発で修理決めたいじゃないですか。だからもっと信頼性の高いものを
って思うんで、そうなると、うん、やっぱりメイドインジャパン、メイドインジャパンあればいいなと思いますよね。本当に信頼できるところで、こいつがね、ただね、これ流用できるか分かんないんですよね。これ川崎のね Z 用ですよ、これ7班からリッターバイク単車までのやつ、株式会社 PMC さんの、Z 用のリプロ部品です。で、端子は、オスオスですね、右星のオスオスで、こっちの端子はちょっと穴は大きいんですけど、まあ差別化図るためでしょうね。おそらくインプットとアウトプットとかね、まあそんな感じだと思います。まあどっちも一緒か。で、見えるかな、これカニさんマークですね。カニさんマークが書いてあります。で、メイドインジャパンですね。いいっすね。ただね、これね、このネジが PT なんですよ、日本の規格です。 PT 8分の1インチです。こういうのもこれスペックとして載ってないんですよ。買ってみないと分かんないですね。だからね、これ僕が今買ってお金出して買って調べたから初めて分かることでやってね、この流用の部品を探すってすごいこれ金かかるんですよ。だから僕これで YouTube で発表情報の共有できたらいいなと思ってますけど、皆さんこれぜひお得な情報と思ってくださいね。なので応援してくれたら嬉しいです YouTube をね。でこれが8分の1インチなんで、PT なんで NPT とは合いません。なので変換ですね、これ変換。これもね、モノタロウとかアマゾンで買えます。はい、アソーってね、NPT の8分の1と、PT の8分の1を変換します。まあどっちがメスでどっちがオスかっていうのだけちゃんと調べとかないといけないですよね。 PT の受けと N のオスね、まあ、PT のメスに NPT のオスが出てるというフィッティングですね。アソーって書いてあります、アソーって、アソーですね、アソー、アソーって何ですか、アソー太郎とかと関係あるんですかね、アソーセメントとか。まあこれでぴったりいくわけなんですけど、でね、心配なのがたまにこういう油圧ブレーキスイッチで低圧用ってやつがあって、そんなやつにするとブレーキはすぐつくんだけどずっとつきっぱなしになって戻ってこないとかね、まあすぐ壊れちゃうとか、そんなのはあるらしいんで、もうほんとね、この適合はね、ほんとにお金がかかる、一か八かみたいな感じがあるんで、で、僕の YouTube 応援してもらえたらとってもありがたいですし、僕の YouTube っていうのはすごくお得な YouTube だと思いますよ。よろしくお願いします。でもね、僕の作業っていうのは絶対に真似しないでください。何回も言いますよ、僕の作業っていうのは真似しないでくださいね。エンタメですから、これエンタメ動画ですからね、整備をお見せするような動画じゃないですよ、そういう動画でやってませんからね。で、やる人っていうのはもう自分でやる人ですから、僕の動画を見て、あ、そうなんだってヒントはね、もらったら結構ですけど、僕は絶対答えませんからね、何から何まで絶対答えませんからね。わからない部品の適合を自分で調べることができない人とか、ブレーキ関係なんか絶対手出したらいかないですから、やらないでください。僕の動画も参考にしないでください。じゃあやってみましょう。はい、じゃあまずはマスターシリンダーから全部ブレーキフルードを抜かなきゃいけませんから、抜いていきましょう。これね、こうやってやっとくとね、一人でできるんですよ。ブレーキフルード抜きがね。で、はい、本丸です。ラチェットハンドルとかね、このソケット入れるのが本当にここ手狭いところで苦労するんですけどね。ソケットはね、27mm の
ディープソケットです。でここほんとね、あのカメラを入れるのがね、カメラ撮影するのが本当にきつくて、僕これね、あのビデオカメラをね口にくわえてるんですよそうじゃないとね、はい、あの映せないんですよね、アングルがちゃんとしたところを映せないさ。いやー大変したよ本当に。で顔がね下にあるんで、このまま外したらちょっと残ってる、ブレーキフルードが顔にポタポタ垂れてくるんで、ちゃんとウエスをしておきます。はい、この作業、まあ前も言いましたけど、そのマスターシリンダーをね交換した時でもね、なんかねびちゃびちゃになったり したんで良くないと思うんでね、ちゃんと保護具ね、これあの保護メガネもつけた方がいいですよ。あの確かつけてましたね、僕この時もね、保護メガネ、あとまあなんかマスクみたいなのもねした方がいいと思います。はい、取れました。これオミックスのやつですね。はい、じゃあ次にメイドインジャパンのね、川崎 Z 用、プレッシャースイッチをつけていきます。アソーのアダプター付きですね。あらかじめねアダプターと、ブレーキスイッチはギューッとね、きつく締め付けておきました。はい、でこのソケットはね1インチのディープソケットなんですよなんかメイドインジャパンのブレーキスイッチのサイズは1インチで、アメリカのねオミックスの、まあ作ってるとか台湾ですけど、アメリカのオミックスのスイッチがのサイズが27ミリってね、なんか皮肉というか滑稽というかね、なんか面白いですよね。で、メスのね擬干しを刺していきます。でちゃんと被覆もねかぶせてね、やっときます。あ、なんか心配な人はここあれね、なんかその圧着のね圧着スリーブとかの方がいいかもしれないですね。はい、こんな感じです。でね、あの擬干しがポロポロ他の方にもなんか出てるの見えますけど、ちゃんと処理してますからね、あの後でね、これね後で処理してますって言わなきゃなんかね、あのなんか言ってくる人とかいるんですよ、これジープの世界って面白くてねあのそれは処理しなくていいんですかみたいな、ね、なもうしとるに決まっとるからねって思いますけどね。で最後にあの、ブレーキフルードね、エア抜き、あの嫁ちゃんに手伝ってもらいながらね、一番遠いところからね、右側のリアから、左のリア、右のフロント、最後に左のフロントってきてね、全部エア抜きをしてきて、最後に左のフロントで、エア抜きしてる感じです。なんかね、セルフブリーダーみたいなとかね、ワンウェイブリードかワンウェイバルブとかもね、まあ、一回使ったりもしたこともあるんですけど、やっぱりね、あの2人でやるのが一番いいっすね嫁ちゃん手伝ってね。はい、じゃあどうなるのか、めっちゃ緊張しますよこれは。どうかな、おっとすごいあのスマホのケーブルが邪魔っすけどね、すいません。すごいすごいぞこれは、すごい、やったー。はーい、妻ちゃんにももう一回テストしてもらって、踏んでみて、ういっす、いいっすね、軽くでいいんだよ軽くで、ういっす、軽くでいいんだよ軽くで、あーいいっすね、はい、踏んで、ういっす、いいっすね、やっぱりメイドインジャパンちゃいますね、離して、メイドインジャパン最高って思ったあなたはチャンネル登録と、いいねボタンでよろしくお願いします。じゃあまたよろしくお願いします。さよなら。